私はハニーの護衛をいたしますので、兵の指揮はカヨさんにお任せいたしますわ。承知しました。ギョイ。ケンスケ様、敵の大将が出てきたらどうするです？わかったです。なら、そうするですよ。何驚いてるです？ケンスケ様はアヤナを何だと思ってるですか？アヤナを小屋舎みたいなキツガイと一緒にするなんて、ケンスケ様はひどい人なのです。どうすか？アヤナはこれでもホンダの大将なのです。戦略を考えて動けるのですよ。目的は殿さんの救出で、敵の大将首じゃないんですから、当然なのですよ。もちろんです。アヤナ、鬼どもたくさんやってやるですよ。ケンスケ様も殿さんのことよろしくです。おーし、城門前のこの戦場は森一家が全て買い取った。ちょっかいかけてくるやつがいれば構わねえ。全員やっちまえや！アホ！森一家が仕切る戦場に飛び込んでくるやつはみんな獲物に決まってんだろうが！全員やってよし！てめえら！織田に浅井に長尾に武田！最強とかほざいてるやつらに森一家こそが最強だってことを証明すんぞ！いい返事だ、野郎ども！やってやってやりまくれー！ひぃー！なんつう物騒な先導だよ。森一家ってやっぱきっかいの集まりなんだな。城門破って一番乗りしたいけど、あそこには行きたくないわん。味方でも殺すって宣言しちゃったしね。あれじゃ近づけないし、今は本陣待機ってことで。アホ、貴様らも前に出んか。そうは言いますけど、美月様、小屋舎がいるんじゃ手出しできないですってば。君子、小屋舎には近寄らず。君子って何？それお金になるの？君子の近くにいればお金ガッポガッポかも。何それ、いいな。グダグダ抜かす暇があったらさっさと行かんか。ですが、あまり時間をかけるわけにはいきませんわ。どういたします？この俺が直々に門に取り付いてやったんだからな。この戦は
マリの家を取り戻すための戦なんだ。これぐらいのこと当然だぜ。さあ梅雨払いはしてやったぜ。あとはてめえの出番だ。そうだろ、ケンスケ。おう、鬼の相手は任せとけ。吾妻の都とまで称えられていた駿府館がこのような姿になっているなんて、ひどいですね。ハニー、少しお待ちになって。天上の父たるデウス様、私たちをお守りくださいまし。さあハニー、デウスの加護があるうちに。ケンスケ様たちは無事に突入したですね。それじゃ、アヤナはアヤナの役割を果たすです。松平衆、集合なのです。これからアヤナが館内の鬼を呼び寄せるです。その鬼たちを足止めするのがお前らの役目です。別に鬼を殺そうとしなくてもいいです。鬼はアヤナがやっちゃうですから、みんなは死なないようにすること。わかったです。じゃあ配置につくですよ。暗証七不代が一人、本田綾菜忠勝ここにあり。腕に覚えのある鬼は存分にかかってくるがいいのです。300くらいです。それじゃまずは肩慣らしといくですよ。本田綾菜忠勝参るのです。どうやら綾菜が第四条で鬼を集めてくれているみたいですね。綾菜の名乗りはどういうわけか注目を集めてしまうんです。あの名乗りを聞いた者は綾菜を無視することができなくなると言いますか、まるでろうそくの火を慕って飛び入る夏の虫のような。綾菜に向かって次々と勝負を挑んでしまうんです。いえ、お家流というわけではないのですが、そういえばどうしてなのかしら。
見つけましたわ。葵様、外しましたか。あれはまたあのクソお猿ですわ。猿のくせにこの私を驚かすなんて許しませんわよ。ギーク、すばしっこいお猿ですわね。ちょこまかちょこまかと、本当に腹が立ちますわ。健介様、今は葵様を安全なところにお連れするのが先決です。綾乃様と合流後、退却する手はずとなっております。自分が先導しますゆえ、お二人は葵様を。承知しましたわ。このクソお猿は私が押さえておきますので、ハニーは先に行ってくださいまし。もちろんですわ。さあ行ってくださいまし。コナミ、先導を頼みます。私はケンスケ様の後ろにつきます。それとアヤナに連絡を。承知。いい汗かいたです。当然なのです。アヤナがやり損なうわけないです。アヤナなんてまだまだです。もっともっと鍛錬して、もっともっと戦って、もっともっと強くなりたいですよ。戦国無双のもののふになることがアヤナの夢ですから。アヤナ様、アヤナ様。コナミ、どうしたです？捜索組が葵様を発見し、ただいま退却中です。綾乃様は今どちらに？庭で鬼と遊んでたですよ。承知しました。では今からそちらに向かい、綾乃様と合流後、駿府館を脱出いたします。わかったです。殿さんのことは頼むですよ。待ってるですから気をつけて。そうは言ってられなくなったです。どうかなされたのですか？とにかくコナミたちは殿さんと一緒に早く屋敷の外に出てくるです。退路は確保しておくですから。はっ、しからばこれにて。別れ話は終わったか？後でいくらでも話せるから。別にお別れの話じゃないですけど。まあ終わったですよ。ならばやろうぞ。貴様には腕を切り落とされた借りがあるのでな。なんだ、この後に及んでおじけづいたか。ノブトラだったです。一応鬼の大将なんですよね。おうよ、我は武田信虎。貝の虎と恐れられた最強のもののふよ。最強、全然最強に見えないですけど。何？兵の身体では連合に負けてるですし、
一騎打ちでは綾菜に一度負けてるですし、そもそもこの戦どこかおかしいです。ケンスケ様が鬼を殺すように仕向けてるみたいですけど、何をしようとしてるです？知れたこと。この日の元から人を駆逐し、鬼の楽園を築くのだ。果てなき闘争の日々が続き、弱肉強食の世界で未来永劫血を流し身を喰らい合い、本能のままに生きることができる世界を実現するのだ。それが信虎の願いなんです。吉野の御方がそうなさる。新たな日の本の主となって、この日の本を鬼の楽園に。なるほど。つまり吉野とかいうやつに命令されて、それを聞いてるだけのお使い物の符が信虎というわけです。偉そうな講釈を垂れながら、言ってることは全部吉野ってやつの受け売りじゃないですか。吉野が用意してくれた舞台で遊ぶだけ。信虎自身が何かをなすわけじゃないのです。つまらんですね。実につまらんです。貴様。光も夕霧も薫も、会の人たちを守るため、幸せにするために志を一つにして、自らの夢に向かって邁進してるです。でも信虎は、努力もせずに、簡単に手に入る力に溺れ、それでいて、言ってることは吉野ってやつの受け売りだけ。人を傷つけ、人を踏みにじり、それだけのことをしておきながら、自ら夢を見ず、夢を語らず、夢に向かって歩きもしない。戦うことを忘れた臆病者で、弱虫な信虎が最強とか、肩払いたくてプップクプーなのですよ。そんな奴に、綾菜が負けるわけないのです。綾菜、無事？綾菜は全然元気なのです。だから、ケンスケ様たちはさっさと逃げるがよいのです。大丈夫。綾菜、こんな弱虫に負けないです。さっきちょっと信虎と話したです。で、わかったです。こんなやつ、綾菜の敵じゃないって。問答は無用なのです、ケンスケ様。あとは綾菜がやっておきますから、さっさと逃げるですよ。綾菜？え？なんですかよ。必ず勝つって約束できる？当然なのです。わかったわ。それじゃあ私たちは先に館を出ます。必ず勝ちなさいね。葵様を抱えたままここにいるのは危険です。今は綾菜の言う通りにした方が良いでしょう。健介様、急ぎましょう。ご主人様、自分も綾菜様、佳代様と同じ意見です。綾菜様なら必ずや無事にお戻りになられます。ここは綾菜様に任せ、我らは先に退却すべきかと。ケンスケ様、ご無事でですよ。末子の別れは済んだようだな。末子？何それ美味しいです。死を前にしてアホになったか。末子は末子、貴様は今から我に殺されるのだからな。あやや、もしかして綾菜がお前に負けるって言ってるです？当然だ。貴様がどれだけ否定しようと、
鬼の力を得た我は無敵なのだ。貴様のような小娘ごときに遅れを取るわけなかろう。腕一本切り捨てられておいて、よくもそんなことが言えたものです。たとえ切り捨てられたとて、今は元通り。元に戻るのならば、切り捨てられたという事実など些細なことよ。なんだ、戦う前から命を諦めたか。逆なのです。ああ、己の体への気遣いをなくした者が命を長らえることなどできないのです。鬼になって得た者よりなくした者の方が多いということを、アヤナが教えてやるですよ。来いです。遊んでやるです。はっ、弱いごとを、貴様の真の像をえぐり出し丸飲みにしてくれるわ。おー、そんな大振り、アヤナに当たると思ってるでせ。まだまだこれからよ。ちょこまかと。太刀というものは力任せに振るえばいいってものじゃないのです。そんなの、もののふとして初歩の初歩の心構えでしょうに。それすらも忘れたですか。太刀なんぞ切れればよい、殺せればよいだけだ。獲物を凶器としてしか扱えないのなら、強くなれる道理もないです。強さとは工夫、強さとは経験、強さとは己と獲物に対する理解。モノノフの、そして人の誇りを失った信虎にメイドの土産をやるですよ。その節穴でとくと見るがいいのです。暗礁七不代が一人、本田彩菜忠勝と愛想とんぼ切り駿府館で鬼退治なのです。はっ、大口を叩いた割にはなんだ、ただ槍を繰り出しているだけではないか。そんなことで我の体に傷をつけることなど、だから無駄だと言っている。ただの月でも磨けば光るです。ほら、まだまだ早くなるですよ。鍛錬を重ねればこれぐらいできるのが人なのです。しかしこれしきの傷、我には効かぬ。すぐに治って。ならこういうのはどうです。鬼の我を吹き飛ばすとは、貴様本当に人間なのか。アヤナは正真正銘ただの人なのです。失礼なこと言うやつですね。ただの人だと、人の身である者がなぜ鬼となった我をこうも圧倒するのだ。それは信虎が弱いだけなのです。貴様、
貴様、なぜだ？なぜ人の身でありながらそれほどの強さを得ることができるのだ？なぜ？そんな大振り、アヤナに届くはずないですよ。年貢の納め時ですよ、ノブトラ。共に親殺しはさせられんのです。だからこの本田綾菜忠勝、友の代わりにノブトラを中するですよ。鬼領主に苛まれた民の苦しみ、国の主を持った真の苦しみ、そして下道の親を持ったこの苦しみ、三苦の痛みをかみしめて、あの世でしっかり反省するです。まず一苦、ついで二苦、られるは夕霧たちの悲しみなのです。しっかり噛みしめ、あの世で反省するですよ。剣助隊が一番やり、本田綾菜忠勝か、鬼の大将信虎を討ち取ったのです。これより駿府館に救う鬼どもを一匹残らず掃討する。蹂躙せよ。
突撃！あら、珍しく落ち込んでるのね、光。何よ、何無視してんのよ。あっち行け、いじめっ子。誰がいじめっ子よ、まったく。家臣がいる前で涙なんて見せられないでしょ。私が隠してやるから、泣きたいだけ泣けばいいわ。何か企んでる？ あんたね。嘘。ありがとう。ん？辛い時はたくさん泣けばいいのよ。今までよく我慢したわね、光。辛かったでしょ？悲しかったでしょ？戦乱の世の常、国を守るために肉親への情を断ち切って頑張ったわよ、あんたは。すごく頑張った。私が保証してあげる。後悔してる？そう。そうよね。後悔なんてできないわよね。私たちは支配者。民を、真を守るための選択を後悔してはいけない立場。辛い時に、辛いと言えないからこそ。今はたくさん泣きなさい。私が隣にいてあげるから。あんたの隣に、いつまでもいてあげるから。よく頑張ったわよ、光。うん。もう辛い気持ちを隠す必要なんてない。私たちは、その、なんていうか、家族、なんだから。うん。何笑ってんのよ！別に本当のことなんだからいいでしょ？一応、私もあんたも、ケンスケの嫁ってことなんだから。うん。嬉しかった。心配してくれて、ミクがそばにいてくれて。嬉しかった。ありがとう、ミク。まあ、その、なんというか、あんたはさ、私の妹みたいなものだから。うん。何よ。どうして急に離れるのよ。それは違う。え？姉は私。ミクは妹。光の方が年上だし。年とか別に関係ないでしょ！要はあれよ、人としての強さというか、将としての器というか。どっちも光が勝ってるよ。あんたなんて、やっぱり大嫌い！
わかりました。容体を見てみましょう。ふむ、あまり良くはありませんな。どうやら鬼に落とされようとしていなさる。呪術的なものなのか、それ以外の方法なのか、それは分かりかねますが、魂の輝きがくすんでいらっしゃる。仏の教えでは色心不二と言いましてな、肉体は魂の入れ物で、その入れ物の中で生を過ごし、魂を磨いて涅槃に至る。それが生の目的。よって人にはそれぞれの魂の輝きがある。だがその魂の輝きがくすんでいるということは、あやかしにより何かをされた可能性が高い。見えるのではなく感じ取れるだけではありますが、まあ昔取った絹塚というやつです。ひとまず封印の地をしたためておきましょう。あとは駿府館を落とした後、どこぞの屋敷を借りて調伏いたします。はい、その調伏には健介殿のお力をお貸しいただきたいのですが、よろしいですかな。鬼と近しい健介殿のお力を利用し、いくつか試したいことがござれば。ありがたし。主様、葵の様子はどうじゃ。うむ、そのことじゃが、そろそろマリを前に出そうと思う。そうじゃが、多少は覚悟の上じゃ。己の館を取り戻せるところまで来ておるのじゃからな。その光景をしかと見ることこそ、今川の棟梁としては重要じゃろうと、マリとも意見が一致しておる。駿府館攻略に際し、長谷参じた今川の旧臣たちも賛成しておるのじゃ。ふむ、余もマリのそばにいようと思う。任せておけ。ご主人様、たった今綾乃様が鬼の大将信虎殿を討ち取ったとのこと。はっ、たったお一人で信虎殿と打ち合い、見事勝ちをお納めになりました。すごいの、さすが綾乃なの。主様よ、ほうけた顔をしてどうしたのだ。そうか、じゃがマリの出陣準備も終えた。今より押し出すゆえ船頭を頼むぞ。御意でございますわ、兄。さあ皆さん、今川赤鳥を高々と掲げなさい。駿府館の誠の主、今川治部の太夫氏真様のご帰還を威風堂々ご先導いたしますわよ。九王様、美月様、黒ほろ赤ほろ滝川衆、ただいま帰還しました。鬼どもたくさん刈り取ったわん。ついでに周辺の探索
作も終了。駿府館の西には鬼の姿は見えないってことなんで、ほぼ型がついたかと。であるか、大義。うむ、よくやったな、三話かよ。びっくり。美月様に褒められた。やったー。うわーいわーい。ご褒美は金一封を所望。はあ、褒めるとすぐ調子に乗り寄る。まあ良いではないか。褒美をくれてやれ、御意。とは言っても、殿の論功交渉が先だ。それを待て。はーい。納得したなら、隊を率いて駿府館に戻る。今川の大将の入城を助けてやれ。かしこまり。よし、そんじゃ黒ホロが前に出るから、赤ホロは後ろな。そんなの許せないわ。黒ホロじゃなくて赤ホロが先頭に行くもんね。何よ、何だよ。二人が争っている間に戦闘もらい。ずるいぞひなちゃん。やれやれ、三人寄ればなんとやらだ。まあやつらはあれでよい。はあ、先が思いやられますが。それをどうにかするのが先人の役目であろ。無理難題をおっしゃるものだ。しかし、これでいよいよ西に戻れるな。は、鬼との最終決戦、そう考えても良いものなのでしょうか。さて、とかくこの世は闇が多い。鬼が出るか蛇が出るか、エーリカのこともある。そしてケンスケのことも。都でどのような結末を迎えるのか、正直想像もつかんが、この日の本の未来を悲惨なものにせんためにも、我らがやるしかないであろう。御意。では我ら織田衆、駿府館攻略が完了した後、すぐに動けるようにしておきましょう。うむ。炎の方、神戸を垂れよ。駿府館の主、今川治部太夫がこれより入城いた。